テリーは、アメリカ海軍の駆逐艦で、クレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は、エドワード、A ・エテリーに由来する。テリーの名を持つ駆逐艦としては二代目。テリーは、メイン州バスのバス鉄工所で1942年6月8日に、帰港、1942年11月22日に、チャールズ・ネーゲル夫人の娘によって浸水した。1943年2月26日に、 ボストン海軍交渉で収益し、ジョージアール・ルフェラン司令官の指揮下に入った。2月にボストンで偽装作業を終えた後、グアンタナモ湾沖で大焼け身を行い、次の大焼け身のためボストンに戻った。4月2日、彼女はボストンからノーフォークへ移動した。2日後、ニューファンドランドのアルジェンシャ海軍基地へ向け護衛部隊と共に北上した。8日に到着し、翌日に出港した。 11日に燃料補給のためメイン州ポートランドに泊まり、翌日にアメリカ北東海岸沖での対戦任務に就いた。4月18日、ドイツの U ボートに肉迫した。まず、テリーは快適地点の周辺に爆雷を投下して、結果を待った。その後、艦首へまっすぐ接近する魚雷をソナーが検知した。テリーが回避のため点打すると、 恐ろしい魚雷は艦尾を通り過ぎていった。直後、海面の湯膜と残骸を見つけ、損傷した敵潜水艦の無駄な探索に、ブラウンソンが加わったことを受けて、戦闘を終了した。20日、パトロール再開前の燃料と物資の補給のため、数時間ほど、ナラガンセット湾に入港した。その後、墜落したアメリカ陸軍爆撃機の生存者を、救出4月23日に、 ニューヨークへ上陸させた。他の短いパトロールとニューヨーク入港の後、北アフリカでの任務のため、第67任務部隊の所属艦として5月1日にアメリカを出港した。バミューダ諸島に泊まった後、単独でカソブランカへ向かった。12日に到着し、修理と戦闘訓練のための1週間を開始した。19日にカソブランカを出港し、テキサスと共にキロに着いた。 5月31日にボストン海軍交渉に到着し、カンドックに入居した。6月9日に出居し、同日中に出港した。イギリス領西インド諸島への航路の前にメイン州のカスコアントのオフオークに短時間止まった。6月20日にトリニダードに到着し9日間対戦紹介と砲撃訓練を行った。6月29日にトリニダードを出港し、 フィラデルフィア海軍交渉へ向かった。7月3日には目的地まであと少しというところまで来たが、同日中にノーフォークへ向かうよう命じられた。3日後、ヨークタウン、ダシール、マッキーの部隊のイルカ行きに向かった。3隻は7月10日にパナマ運河に到着した。2日後、テリー、ヨークタウン、マッキー、シグスビーはハワイに向け出港した。 真珠湾に到着したのは24日で、テリーは8月中旬まで、ハワイ近海で演習を行った。8月19日、テリーは真珠湾を離れ太平洋の南西へ向かった。フラムとゲストと共に航行し、一旦フィジーのスバに泊まった後、9月6日にニューヘブリディーズ諸島のエファテ島のハバナ島に到着した。ニューカレドニアのヌメアを訪れた後、 9月末のソロモン諸島での任務に就くためテリーは単独でエファテ、島に戻った。1943年9月中旬、テリーは過酷なソロモン諸島の戦いに遅れて加わった。彼女は作戦の最後の5ヶ月間だけを経験し最後の2つの水陸両用作戦に参加した。ソロモン諸島での彼女の主な任務は輸送部隊の護衛や、 日本軍の撤退を阻止するための輸送路の分断であった。稀にソロモン海を離れてニューカレドニアに行き船舶の護衛を行った。ソロモン海における彼女の最初の戦闘は10月の初めに発生した。10月2日、テリーはフーとコンバース・ジェンキンスと共にチョイスル島とコロンバンガラ島の間にある入場時や海峡に集められた。 彼女らの任務はコロンバンガラ島から撤退する日本兵を乗せた機動艇部隊の迎撃であった。戦闘開始前、彼女と3隻の姉妹艦は島から撤退する日本兵を待ち伏せした。21時14分、目標を捉えた。4隻は右辺に回答し、5分後、訪問を開いた。テリーが一斉射撃すると射撃式装置が停止した。3分後、 砲撃を止め修理を開始した。すぐさまレーダーインガ砲の目を回復させ、ほどなくしてテリーは砲撃を再開した。日本軍の終艇は反撃したがテリーとその他、駆逐艦はレーダーの画面から彼らが消えるまで激しい砲撃を浴びせた。その直後、若竹型駆逐艦に護衛された、さらなる終艇がレーダーに捉らえられた。テリーとその両艦だは正社死魚雷を広範囲に、 発射した。日本軍駆逐艦は反撃したが、魚雷により沈められ、アメリカ艦艇の方への転進を余儀なくされた。その間、アメリカ駆逐艦は、魚雷発射のため射撃を止め、5インチ手法は再び火を吹いた。アメリカ軍の連続砲撃で、日本軍が大きな損害を受けるにつれ、反撃は徐々に弱まった。戦闘が終了すると、テリーは、ギゾ海峡へ進路を向けた。 テリーは10月の終わりにかけて、護衛任務とパトロールの任務を再開した。11月の初め、ブーゲンビル島のエンプレスオーガスタワン教習のため、ジョージ・クライマー、ハンター・リゲットとプレジデント・ジャクソンを護衛しつつ、再び北上した。タロキナミサキ上陸の前の11月1日、テリーとフラムは、日本軍の航空攻撃を回避した。小さな輸送船の宝手は2機を撃ち落とし、 残りの敵機を追い払った。翌早朝、部隊は上陸した。5時45分、テリーは発砲し強襲上陸部隊の支援を1日中続けた。11月3日、テリーは同海域を相当しガダルカナル島近くのフロリダ諸島に向け南へ戻った。その次の3ヶ月間、テリーは補給部隊の護衛とパトロールという通常任務を再開した。時折、 ブーゲンビル島を訪れ、ラッセル諸島とトレジャリー諸島のパトロールを行った。テリーは2度ヌメアを訪れた。12月の最初の1週間、テリーは日本軍の総統を2回行った。12月3日、ガダルカナル島からブーゲンビル島へ移動していると、ほぼ同時に空と海中からの攻撃を受けた。日本軍の潜水艦が2本の魚雷を発射したが、テリーは 来石が艦尾を通過するのを見つけた。そしてほぼ同時に、日本軍の複数の戦闘機が襲いかかった。戦闘機は何度も接近に失敗し、テリーの対空砲により一機が撃ち落とされると攻撃を諦めた。11日後、テリーは再び、ブーゲンビル島を攻め、他の日本軍機が攻撃を試みた。テリーの砲撃が礼儀を教えると敵機はすぐに引き下がった。ヌメアにおいて、 パトロールや護衛任務などを行った後、テリーはソロモン攻略作戦の最後の主要な水陸両用作戦の支援を命じられた。1944年2月13日、ブレインとウォリントンと共にパービス湾を出港した。2月15日の上陸では3隻は敵機の迎撃を開始したが、傷を負わされたアメリカ海兵隊の戦闘機が迎撃した際は砲撃を止めた。 その後、テリーと戦車用陸艦隊は、強襲目標の基地から飛来した日本軍の急降下爆撃機に恐れをののいた。爆撃機は相当の割りまで広範囲に残っていた。2月21日、テリーはグリーン諸島を離れ津ギ島へ戻った。テリーの次なる目標は、ビスマルク諸島ニューブリテン島にある日本軍の大規模な基地であった。2月23日に、 つらぎ島を出港し、トレジャリー諸島で燃料を補給し、25日の夜明け前にラバウルに到着した。彼女の手法は、ナポレの日本軍の沿岸施設に対し23分間に渡り砲弾を浴びせた。攻撃中の3時頃、複数の爆発が起き、20マイル離れた海上からでも見えるような猛烈な炎で目標地点を飲み込んだ。デュークオブ。 ヨーク諸島海域に墜落したパイロットの捜索のため、駆逐隊司令官はさらなる砲撃を取りやめた。その後3ヶ月にわたりテリーは南西太平洋戦域に止まった。テリーはエミラウ島に進行する任務部隊に編成され、3月20日のエミラウ島の無血占領に成功した。その後は通常のパトロールや護衛任務を再開した。4月2日、 テリーは墜落した B-24 爆撃機の生存者を救出した。5月上旬にオーストラリアのシドニーで休息を取った後、エミラウジ前向け飛行し13日に到着した。5月の後半にはアイダホ、ニューメキシコ、ペンシルベニアの3隻の戦艦で構成される第3戦艦隊との演習を行った。1944年6月の初めにテリーは、 南西太平洋での任務を終え、中央太平洋の進撃に参加した。2日に、第53.1を任務部隊と共にエファテジマを出港し、マーシャル諸島へ向かった。クエゼリン艦渉では、レーモンド・スプルーアンスの総合なる、第5艦隊に加わった。10日、第5艦隊の部隊と共にラグーンを出撃し、マリアナへ向かった。マリアナ攻略作戦における、 最初の二つの目標は、サイパン島とテニアン島であった。テリーは、テニアン島攻略部隊に配属された。彼女の任務部隊は、テニアン島北部の沿岸砲の鎮圧と、牛岬飛行場の無力化という二つの役割を担っていた。6月14日朝11時21分頃テリーは、砲撃を開始した。二回の爆発と複数の火災が発生し、 飛行場のすべての電波塔を破壊した。その日の夜、彼女はテニアン島西岸を絶え間ない砲撃で悩ませた。15日、牛岬飛行場への砲撃に戻った。後日、テリーとサンフランシスコは、部隊の上陸の支援のため進撃し、多数の死傷者を出した、迫撃砲台を沈黙させた。午後、2機の日本軍機と決着のつかない小競り合いをした後、あと、 南の輸送部隊を護衛するべく、任務部隊を離れた。16日未明、アイバホとペンシルベニアの前衛部隊に合流し、グアム島、オロテ半島への攻撃を支援した。同日、スプルーアンス提督は、フィリピン海の切迫した戦線への艦隊集結を始めた。テリーは、第58任務部隊の防空能力増強のため、ジェシー・ビー・オールデンドルフ少将の砲撃部隊の、 前衛艦隊から引き抜かれた駆逐艦の一隻であった。テリーは58.3人務軍の前衛部隊に加わり、エンタープライズやレキシントン、プリンストン3邪神とを護衛した。アメリカ軍機の航続距離外で、日本軍機は第5艦隊を3日間持て遊んだが、スプルーアンス提督は餌に食いつかなかった。そして19日、日本軍機が攻撃を仕掛けた。 攻撃機の第一波は試行せず、11時57分に4機が襲撃するまでテリーは日本軍機を発見できなかった。まず、急降下爆撃機が墜落前に爆弾を投下した。続いて3機の雷撃機が攻撃したが成功とは程遠い結果に終わった。日本軍機は駆逐艦の監視を低高度で横切るよう完璧に的を絞っていた。 来撃機の魚雷発射前に連続して迎撃すべく、テリーの砲手は、ダカンの砲手と協力した。その後は、遥かカナダの空に、国籍不明の航空機を見つけただけで1日が終わった。13時、墜落した日本軍機の爆雷によるものと思われる、水中爆発で船体が揺れ、さらなる緊張が走った。マリアナの斜面取り打ちとも呼ばれる、マリアナ沖海戦では、 日本軍空母部隊による戦闘能力を殲滅した。サイパン島とテニアン島の占領は依然として維持された。テリーは日本軍が完全に敗北し退却した22日まで第58.3任務軍の活動に参加した。7月22日以降、テリーはサイパン島沖でのパトロールや対戦紹介を行った。ある時、テリーが爆雷を11発投下したものの戦果は、 なかった。7月15日、マリアナを紹介し、エニウェトク干渉に入港した。7月17日まで白地での対戦紹介を行い、その後グアム島攻略部隊と共にマリアナに戻るべく出撃した。7月22日、テリーはグアム島に到着して最初の上陸を行い、8月10日まで部隊の上陸を支援した。まず、テリーは、 夜間砲撃と対戦紹介を交互に行った。その後、支援部隊がいる沿岸へ定期的に砲撃を加えた。作戦期間中、テリーは夜間砲撃や対戦紹介を続けた。マリアナでの最後の1日は8月10日であり、レーダーピケット任務を行った後ハワイへ向かった。エニウェト区間省で停泊した後、テリーは8月21日に真珠湾に到着した。 そこで上院に短い半減上陸で楽しませつつ、修理と物資の積み込みを行った。9月15日、テリーは真珠湾を出港して、エニウェト区間渉へ向かい30日に到着した。3日後、ウルシー間渉域の部隊を護衛して出撃し、10月13日に到着した。その後、ベアアイランド海軍造船所でのオーバーホールのため、アメリカへ戻った。 12月13日にオーバーホールが完了した後18日まで沿岸での訓練を行い、ミズーリーと合流して西へ向かった。真珠湾にしばらく停泊した後、テリーは西へ進み続け2月5日に、エニウェト区間省の第5艦隊に再び加わった。2月16日朝、洋島南方約9マイルの地点で、総会部隊と合流した。10時過ぎ。 浜辺の回路を掃海する掃海部隊を守るべく、砲撃を開始した。約14時32分、日本軍の4インチ砲がテリーを強鎖した。テリーは25ノットまで加速し、前進すると、敵の弾幕は鉱石へ飛んでいった。彼女の5インチ手法は正車し、無礼者をすぐに静かにした。テリーの砲撃のおかげで、掃海部隊は一人も犠牲者を出すことなく16時過ぎに、 任務を完了した。夜間は、洋島を相当したが、翌日にまた戻ってきて、大砲兵射撃を続行した。2月19日の上陸後、浜辺の部隊への支援砲撃を1日中行い、その日の夜に、第54任務部隊に加わった。3月1日朝2時45分、日本軍潜水艦を探索するキャップスを支援していた、時、数本の魚雷が、 テリーの監修右玄へ向かってきた。テリーから約1000ヤード離れた距離から、日本軍潜水艦が魚雷を発射したのである。ミハリーンは、瞬時に魚雷の位置を特定して叫んだ、魚雷接近。テリーは、最大潜測で走り出し、右舷へ大きく傾いた。魚雷は、艦尾から50ヤード離れた場所を無事に通り過ぎていった。7時20分、テリーは、洋島北部の総統に向かった。 伊王島北部沿岸の北の花を通過した時、日本軍の迫撃砲は発砲し、すぐにテリーの射程内に入った。テリーは手砲で応戦した。テリーの速い速力と巧みな送艦は、日本軍の照準に対して無駄ではなかったが、ついには沈黙し、右玄城甲板に迫撃砲弾が直撃した。右玄機関は停止、操打不能と通信不能に陥った。テリーは、 左舷機関の出力を上げた。その間、ペンサコーラ、ネバダ、その他区畜艦数席が沿岸の迫撃砲を攻撃し、無効化した。多くの艦船やボートがテリーの救助に駆けつけ、驚くほど素早く衛星兵や航兵が乗り込んだ。原則の応急修理が施され、すぐに病院船へ運ばれた。テリーは、洋島北部沿岸へ向かい、 応急修理のため2日間停泊した。3月3日、アメリカへの長いキロの第一歩として火山列島を総会した。サイパン島で中間修理を行った後、エニウェト区間省と新珠湾で停泊し、メアアイランド海軍造船所に帰島した。その後2ヶ月間、テリーは本格的な修理とカリフォルニア沿岸での訓練を行った。6月13日、 テリーは南進してサンディエゴの海域で演習に参加し、その後ワスプを範囲まで護衛した。7月11日、テリーとワスプとベナーは真珠湾を離れ、第58任務部隊に合流した。その後終戦までの数週間、テリーは高速空母部隊による日本本土への最後の空襲に参加した。終戦直後の数ヶ月、テリーは日本沿岸を紹介した。 テリーはパトロールを行い、占領軍の運び屋として活動した。11月1日、東へ進路を向け、母港へ帰島した。真珠湾に停泊した後、カリフォルニア州サンディエゴへ向かい、11月20日に到着した。それから数年間、テリーはサンディエゴを離れ太平洋艦隊での活動を続けた。1947年1月、 テリーは太平洋予備艦隊のサンディエゴ部隊に配属された。最初はサンディエゴで、次はロングビーチで、最後はワシントン州ブレマートンで予備役としてアメリカ海軍艦の予生を過ごした。1974年4月1日、除籍。7月27日、ペルーへ売却されスペアパーツとして解体された。第二次世界大戦での活躍を称え、 テリーに7つのバトルスターが授与された。ありがとうございます。